じゃあ、おもりを平自身は年末というか、年またぎからずっと歌い続けて、飲み続けているのであれなんですけども、佐賀では今日が歌い始めということで、楽しんでいきたいなと思ってます。おもりを平は1部、2部ちょっと分けていこうかなと思ったりして、間に後で紹介しますけど、あなたのバンドの先輩を紹介しつつ、今日も最後までゆっくり楽しんで帰ってください。よろしくです。少年時代のようなド派手な理想じゃもうないなんて、期待外れの日々、臆病になってゆく自分を隠して理由ばかりにとらわれて、身動き取れなくなった。怖くて怖くて伸ばした手を離さずにいてくれた。君が笑っている君が泣いたりするから、今の僕は今の僕は生きていけたりしてるよ。もう一人きりじゃ何にもできない男になったかな。そんな弱気をまとった僕がこれから歌うのは愛の歌。上京したてのような恐れのない自信じゃもうない、もうないよ。守りたいものがあってジレンマも抱えて、それでも進みたい。印や経過にもう惑わない、不安は引けやしないけど、愛しくて愛しくて繋いだ手に幸せを見つけ出せる。君が笑っているように泣いてばかりじゃないように、今の僕が今の僕が、できることを探すよ。そう一人きりじゃきっと行けない場所があるから、出会えたこと忘れないように今日も歌うよ愛の歌。
なら君となら楽しい時は笑って悲しい時は泣いてそんな二人でずっと二人で生きていけたらいいよね。いつかこの日々の行方を僕が照らし出せるように何度だって繰り返すよ。夢を見るよ明日へ、そして歌うよ今年も、愛の歌。星を見るのが好きだった、物心ついた頃から。寒い夜でも構わずに澄んだ空を眺めた。明るい夜の空で少しずつ消える星に釣られて、いつからか霞んでた大切なこと。落ちる光のあと優しく追いかけて、静かな遠い街で何も見えない闇で、久しぶり空の川の流れに先まで忘れかけてた、信じてたもん。光る涙の後懐かしい。
1曲目が君に願いよという曲で、あ、そっか、同じアルバムか、同じアルバムに入ってるかもしれない、君に願いよという曲と、構成という、最近そのドラマチックというアルバムのメンバーに再会したのもあったんですけど、歌いたくなって、久しぶりに去年の冬ぐらいから、去年の冬、去年って合ってね、あ、負けたから。じゃあ今のも星の歌でしたけど、一曲。こんなに九州に縁が芽生えたのは、まあ本当に、ね、親戚もいないし、探しても探しても何も見つからないんですけど、共通点はね。でも僕は中学の時に、好きになったバンドが福岡の出身のヒートウェーブというバンドで、その人とシオンさんね、シオンって見たことあるかもしれないですけど、その2つだけは中学の時からずっと好きで、聞いてきたんですけど、今も今は今やね、その人たちと本当に兄貴みたいに接しさせてもらって、いたりもするんですけど、それが好きだったせいじゃないかなと思ってるんですけどね、ずっとそういうの縁には感動してて、こうやって佐賀ともね知り合えたのも、で、今日も呼んでくれたのは豊さんですけど、豊さんもヒートウェーブのファンにさしたりとかしてますし面白い話ですけど、その先輩のヒートウェーブ先輩の一曲をスターライトという曲、Starlight, starlight,
空を駆ける Starlight, Starlight, I wish you tonight Starlight, Starlight 生き抜いて行くための確かな光とともに海を渡る風を俺を許してくれ迷える魂たちを海へと運んでくれ俺は光を目指し描きいつか滲んでゆくさ全てのこと Starlight, Starlight I wish you tonight Starlight, Starlight 君の増えてきていっぱいいっぱいじゃないですかもう。椅子ないやん。すごい。えい、新年から本当ありがとうございます。
分かってたよな。だんだん小さくなってゆく。うまく生きるのと引き換えに、あの頃よりもっと遠くまで見渡せるはず。眠りの中でキリン草原を走り回る。天井に着きそうな首をもたげたまま少年檻の外で少年を見上げたその光景になぜだろう寂しくなって一緒にいてあげよって見つめ続けた。どうか忘れてしまわないで、報われる願いと引き換えに、いつか一番大事なもの、その手でちゃんと守れるように。光の束がとても小さな後ろ姿を包んでゆくよ。どうかなくしてしまわないで、その手でしっかり確かめてよ。今年で、僕がデビューして今年の9月21日に、デビューして20年何度かやってきちゃったっていうね、歌って食ったぞっていうねもうちょっと褒めてと思ってますけど意外と同じことをね、20年も飲めないですよ、しかもアルコールどんだけ飲んだんだっていうね、果たしてねだろ20年経ったらね、だいぶ女になっちゃったな、なんちゃうね。あと20年経ったらね、すごい。じゃあ、次のラストは、
20年前の曲ですけど、 I'm Just Me というファーストアルバムに入ってる曲。僕らは全てをすぐに求めて、手に入らないとすぐ諦めて、結局本当に欲しいものが何かわからない。街では一人になるの怖いから、みんなと同じような服を着て、傷つかないぐらいの幸せを過ごして帰るだけ。大切なものさえわからない世の中だけど、街角の誰かの涙も拭ってあげたい。大切なものなんてそんな遠くにはないのさ。分かっているなら時々逃げ出したくなる自分を褒めてあげなよ。必ず見つけられるさ、yeah! 僕は僕でしかないから、確かなものがなくても何かにつまずいて転んでも平気さ、平気さ。五体満足で何不自由なく育ってきた僕たちは、それでもダラダラと不満ばかりを知らず、他人の不幸が大好きで同情している顔つきで、心の中ではそいつよりマシだったって安心してる。誰だって傷つくことになれはしないのさ。それでも時代が悪かったなんて言うのはなしだ。僕らには僕らのやり方があるだろう。言い訳なんてしなくていいから、自分の思うままにやってみようよ。必ず見つけられるさ、yeah! 君は君でしかないから、はっきり答え出せなくたって、君は強く、君は強く、そのままであっておくれ。誰かに自分をねじ曲げられても、数に負けてしまう自分がいたって、強く強く。言いたい言葉が見つからなくても、無力な自分に気づいた時も、一人じゃないぜ君は。僕も強く、そのままであっておくれ。幼い頃に描いた夢はきっと叶うさ、諦めないで。谷ホリデーと申します。よろしくお願いします。普段はですね、ドクホリデー&アパッチトレインというですね、少々長いバンド名の、バンドをやってまして、ヨヘ君とはね、この間、一番最後にやったのは風尾と、あの石橋亮さんの、イベントが、福岡の西南大学の中でありまして、その時に、ヨヘ君の、光になりたいとかね、あのね、もうね、コードが難しくてね、あのだいぶはしょったもんね。
あ、今日は、呼んでいただきありがとうございます、あとですね、初めましての方がほとんどだと思いますので、今日ですね、一応ライブの流れをですね、皆様に、お伝えしておきたいと思います。今日一応ですね、私は6曲用意してございます。1曲目からこういろいろありまして、で6曲目にこうバーンと盛り上がることになってますね。でそれで寂しいなっていう感じで一応アンコールをいただくという、これアンコールないともうずっとやり続けますね、6曲目をずっとやり続けますんで、なので皆さんぜひそこら辺ご協力をいただいてよろしいでしょうか。そしたら電車の時間とか大丈夫ですか。こっちはもうたっぷり時間があるんでですね、朝までたっぷり、行きたいと思います。それはね、1曲目なんですけども、初めまして申し訳ないんですが、いきなり、カバー曲をいきたいと思います。なんかね、自分の中 のブームと申しますか、そういうのにちょっとすごく、正直に生きておりまして、最近大丈夫か、喋ってばかりで大丈夫ですかね。時間たっぷりありますので、でね、1曲目ですね、自分の中のブームで最近、昭和のですね歌謡曲とかを、よく歌っておりまして、これは1977年、全員生まれてらっしゃいます、ちょっと懐かしいナンバーを1曲
たまらないほど。させちまうのよ。あんたと暮らした二年の日々を続きまして、それからちょっと、僕らのどこでアンダーパス出演の、ナンバーをちょっと何曲かいきたいと思います。なんかね、結構いつもあのなんていうんですかね、楽しいバンドなんですけどね、本当はね、こういっぱい手とか動かしてやりたい曲がいっぱいなんですけど、弾き語りなんでね、皆さんに手伝っていく形でね、後半かなり公演に手伝っていただけますから、よろしくお願いします。次の曲はですね、ドコリでアンダーパッチというの、新曲で、バンドではまだやったことありません。なんかね、こう女、あ、すみません、サングラスとか、これさ、鏡見てちょっと思ったんですけど、すごいこのコーディネートいけてるなと思っても、誰かに似てると思ったんですけど、司忍組長に似てる。これね、これはいかんなと思ってちょっと、すみません、恥ずかしいです。ありがとうございました。谷堀江です。よろしくお願いします。あのね、これちょっとこう手拍子とかありますとやりやすいです。それでもやっぱりあの子は魅力的なのさ、まさに魔性の女さ。さあまあどうしましょう、あの子にかかれば男はみんな俺の気さ。よー、どもの足元をひょいとすくい上げて、右へ左へ、果ては東へ西へ、ボン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 振り回すのさ。あの子は魅力のジャイアントスイングガール。自由気ままで、身勝手でわがままで、時折残酷で、おまけに傍若無人で、クールでホットで、ピュアでアレンジで、憎めないのさ。ジャイアントスイングガール、ジャイアントスイングガール。風になびく震えて安慰な微笑み、あの子のささやきはまるで天使の羽音、どこ
その夢の中男は皆欲しくだけやろう。どもの足元をよいとすくい上げて右へ左へ果ては東へ西へボン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 振り回すのさ。あの子は見送ろうジャイアントスイングガール自由気ままで見合ってるわがままで狂気織り残酷でおまけに傍若無人でクールでホットでピュアでアレンジで憎めないのさジャイアントスイングガール自由気ままで見合ってるわがままで狂気織り残酷でおまけに傍若無人でクールでホットでピュアでアレンジで憎めないのさジャイアントスウィンドガールジャイアントスウィンドガールジャイアントスウィンドガール OK サンクーありがとうございました。ありがとうございました。 OK どうもありがとう。いいですね、楽しいですね。俺だけですか、大丈夫ですか。続きましてもう一曲、僕らのドクホリデー&そろそろもう、バンド名を覚えていただきましたでしょうか。ドクホリデー&アパッチトレインです。はい、もしあの覚えられない方は CD 販売してますんで、帰り今ねお酒飲んでちょっと分かんなくなったくらいに売りつけに行きますんでよろしくお願いします。そのアルバムの中に入ってます、僕はあの血液型占いというのをですね、信じてらっしゃる方いらっしゃいますか。大丈夫です大丈夫です大丈夫です。そういう人たちは敵に回しちゃうから。しかもこの中 AB 型の方いらっしゃいませんか。あ、最初に言うときはすいません。そういうでも僕はそれを信じないっていう曲ですからね。そうです。そんなねたった4つんでそんなですよね。特に B 型の人とかもなんかかわいそうですよね。なんか B 型の方いらっしゃいますか。はい、 B 型です。あ、すいません、なんとなくわかりました。いや信じてないんですけど、まあそういったナンバーを1曲、ABOPA という曲をしたんですけども、もうちょっと話していいですか。しかもですね、この一応血液型の、曲をですね、作った時にタイトルを ABOBA か ABOAB とかいろいろ AOB なんとかいろいろ考えたんですよね。でこのそうか、未成年ちょっと大人の話になりますけども、このもしもこの ABOBA という並びでピンときた方がいらっしゃったらですね、それはちょっと、なんて言いますか、エッチな方と申しますか。さて、陽平くんのお客さんあんまり下ネタダメだったね。この間さ、ね、ラーメン屋の2階でさ、ね、そうそう、自分ともちろん東京の高志野ってのがいて、そいつがもうド変態で、そいつと一緒にライブやったんですけど、その時の下ネタが滑りまくって、変態だもんね。うん、そうそうそう。あ、そうそう。でね、その ABOBA という曲なんですけども、このタイトルになったっていうのはね、ちょっと大人のなんて言いますかね、こうゴムの製品と申しますか、ね、赤ちゃんができないようにする、それが血液型別で A 型抜けとか B 型抜けとか、なんかそういうのが昔あって、それの自動販売機が ABOBA っていう書いてあって、はい、そんなナンバーいきたいと思います。ABOBA頑張ります。血液型占いなんて僕は絶対信じない。地層の星座もの俺もいい、僕が信じるものは今だけさ。たった4つだけの曖昧なカテゴリーをみんな盲信的に信じきってるけど、あって間もない人に君はこうですなんて
れた日で呆然とするばかり。 A 型は几帳面で、 B 型はマイペース、 O 型はおおらかで、 AB 型は二重人格。は絶対信じない、二人の相性が最低だなんてやめてくれ、冗談じゃない。ステレオタイプの人の波に紛れて、みんなと同じように相づちが打てない。そんな僕を人はひねくれ者と呼ぶ、だけど感じないかい、ささやかな違和感。 A 型は几帳面で、 B 型はマイペース、 O 型はおおらかで、 AB 型は二重人格。せがって占いなんて僕は絶対信じない、そうもせやさもどうでもいい、僕が信じるものは今だけさ。几帳面で、 B 型はマイペース、 O 型はおおらかで、 AB 型いらっしゃいません、重人格。 A 型は几帳面で、 B 型はマイペース、 O 型はおおらかで、 AB 型は二重人格。 A 型はクソ真面目で、 B 型は正直こちゅう、O 型は大雑把で、 AB 型はイカれてるぜ。何を言ってんだこの野郎、何を知ってるこの俺の、何を言ったって無駄だぞ、だけどちょっぴり気になるね。最初のゴムのくだり全く関係なかったちょっと反省してます帽子メガネヒゲ。次も一曲ですね、せっかくというねライブバーということで、お酒の似合うナンバーを、カバー曲いきたいと思います。ブルースの色、例えばブルースなんて聞きたい夜は横浜ホンキトンブルー。重りを塀なんかにかぶれちゃってさ、焼酎の黒霧なんかに酔いしれてた。あんた知らないそんな女、
Saga, Tom Blue. Meshio kun nara. Wakayanagi no champo nan. That's me. Chuck chuck chuck. Thank you. Then, kita funa koto. Nokashite ta. Amae no kami no. さて女いやごはん近く佐賀にしたかったね佐賀本気ちゃんごめんねあなたの影を探し求めて一人さまよったこの街角本目あたりの昔の話さ探る本気と千鳥足ニューグランドホテルの明かりが滲むオイラセンチメンタルブルー一人飲む酒わびしくて映るグラスは過去の色知らない黄昏の下げる本気とるあんた知らない憧れの下げる本気とるあんた知らない近くてちょっとやりにくいでしょすいません、こっちもなんですよろしくお願いします仮にぐらいおいだねそしたらね、一曲ちょっとね、予定ここら辺で皆さんと一緒にワイワイやれるナンバーを、カバーですけども、いきたいと思いますHey, mama, don't see me alone. Come on, daddy, hold on.
女性の方だけ、ちょっと素敵なコーラスを、素敵なセクシーな声を返してもらってよろしいですか。行きましょう。僕についてきてください。結構ですじゃあ女性の方できますね。あせーい、他の方みんな男性じゃあありがとうございます。男性だけ、男性だけちょっとロングいやつをガツッとこう。あせーい、すいません、あのこれオチも何もなくてやりたいだけでやってます。ドクホリデー&アパッチトレイン覚えてくださいましたでしょうか。まあ、あのドクホリだけ覚えて帰っていただけるとですね、あの DHAT とかだといあの頭文字だけでいつもやってるんですけど、あのなんですかね、あの武田哲也先生みたいにこうジェーみたいな感じでいつもやってるんですけど、これはちょっとギター弾けないんで、あの、ね、ぜひドクホリデー&アパッチ、ドクホリだけ覚えて帰ってください。よろしくお願いします。 YouTube とか検索したらなんか変なあのいっぱい出てきますんで、あのマレーシアでの英語喋れない俺が外人と喋ってるっていう意味のわからないあのテレビ番組がありますので
そういうのとかありますね。じゃあ僕らの、一番ですねライブでワイワイなる曲を一曲やりたいんですけども、これもねただ聴いてもらったらね全然面白くない曲なんですよ。あの皆さんがね今最も欲しがってる2つのもの、ね、そうね、ちょっと待って分かってますよ、ね、盛り上がってまいりました。大丈夫、こんなんで大丈夫そうそう、ね、そうね、分かってますよ、もうちょっと待っててね、うん、記念を損ねたかな、大丈夫かな。そうそう、あのどちらかというと子供受けいいんですけどね。おりゃ、聞いてそうそう、あのね、そう、せっかくなので皆さん、恥ずかしいと思いますけどね、あのこれすごい振り付けがどうでもいいよね、振り付けがなんですけど、皆さんが最も欲しがっているもの、ピンって頭に浮かんだらあります。まあ満たされてるかもしれないですけどね、そうでない方もずっと求めてらっしゃる方もいらっしゃる。その2つのもののバランスがすごい大切なんですよ。で、なんかごめんなさい、目線的にここにしちゃうんでね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、で、あのね、そう、片方はですね、ここにございますよ、皆さん。節子、僕がこうするときやってほしいということですね。よろしいでしょうか。片方ですね、ここにございます。そうそうそう。で、もう片方ここにあるよ、そう。これとこれのバランスがとても難しいっていう曲でございます。これ、洋平君も撮ってもらえるかな、それ。いや、どうしてもって言うんだからさ、いや、いや、OK、スペシャルダンサー、Oh, yo, hey! ごめん、俺、こういうのすぐ巻き込むって。これ、間違えたらものすごく厳しい。やだな。OK、で、サビのところだけ、あ、じゃあちょっと練習しましょうか。愛と金、あ、言っちゃった、あのね、そう、二つ、もともと教えてください、愛と金なんですよ。それのバランスについてね、歌いたいと思います。サビがですね、練習しようかな、OK、愛と金、いきます。ね、岩井君よく見てて。ワン、ツー、スリー、フォー。愛と金、愛と金、欲するものは愛と、めっちゃ間違ってます。準備よろしいですか。あの、ちゃんとしようね。愛と金、愛と金、欲するものは愛と金、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 イエイイエイイエイ。そうそう、今ちょっとずれたよ、危ない危ない、ギリギリじゃん、思い出した、思い出した、小屋さんずっと覚えてる。そうじゃあそれで、ね、じゃあせっかくなんで、いやいや、行きましょう、その、いやいや、行きましょう、行きましょう、あ、おい、それ時間ないね、大丈夫。そう、これ終わってアンコールもらう形なんで、よろしくお願いします、はい、何から、OK、それでは、それでは聞いてください、愛と金、ワン、ツー、ワン、ちょっと俺のカウント自分でやってどうするのね、ツー、ワン、ツー、スリー、アウト。お金だけじゃ困ります、そこんとこ、よ
しくね。そこが肝心要ですためならば無理ならば早く言ってる神様仏様女神様他を当たらなくちゃね。愛とかね愛とかねくれくれ愛とかね愛をくれ金をくれ他には何もいらないさ。ドクホリデー&アパッチデーのライブは、まだ3月ぐらいしか決まってないんですけども、私個人としまして1月の、23日にですね、なんとあのこのライブバーね、雷神ですけども、あの本物の生きた雷神、池畑淳二さんのですね、あのイベントであのサンパレスの方でなんかすごいメンツで、ライブがありまして、ビッグビートカーニバルってそれに、僕も、コーラスで、参加していただくこと、いただけることになりました。それなんかねすごいですよね。それこそねシオンさんとか、あと奥田民生さんとかも、でね、その中にねよく紛れ込めたなと思いまして、ぜひそれも、遊びにいらしてください。ただ、最後ね、ちょっとだけ。おいわい言って終わりたいんですけど、ちょっとどうしても歌いたい曲が、ね、ありまして、それを、最後に歌いたいと思います。これも、今日持ってきています、サイケデリックレストランというアルバムの中に、入ってまして、自分で言うのもなんですけども、すごくいい曲なんですよそうそう、なんかね、そうなんですよ。で、いろんな人にこうちょっと気に入っていただいてですね、なので、最後その曲で、終わりたいと思います。聞いてください。気持ちの問題というか。全ての問いに答えがあるとは限らないんだぜ。特に気持ちの問題は。
そんな答えがありそう。難しい話をされたって言葉は右から左へと通り抜ける。思ったままを言葉にして人を傷つけたり、感じたままを歌にして人に喜ばれたり、不器用な僕なりに悩んでるんです。一体何が正しいのかって、人は誰でも心の中に大なり小なり不安を抱えている。だからそれを拭い去るために一生懸命みんな頑張ってるのさ。例えばそれは人を信じることだったり、見えない明日に向かって歩き出す勇気だったり、臆病な僕なりに考えてるんです。一体何ができるのかって、全ての問いに答えがあるとは限らないんだぜ。特に気持ちの問題は割り切れないことばかり。日曜の昼下がり、9月の風の中、一人涙こらえている。全ての問いに答えがあるとは限らないんだぜ。特に気持ちの問題は全ての問いに答えがあるとは限らないんだぜ。特に気持ちの問題は全ての問いに答えがに気持ちの問題は割り切れないことばかり。いつだって悩んでる、誰だって迷ってる、でもたった一つだけわかったことがIt's alright, it's 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 al
It's alright 僕も Don't mind 君もどお元気ですか。頼むとはもう頼む。仕事だけや。仕事だけや。じゃあ聞こうかなと思ったから。思い出夢の間に浮かべて泣こうか。忘れたままの恋のささやき今宵ひととき探してみようか恋の歌が誘いながら流れてくるそっと眠りかけたラジオからの寂しいそして悲しいいっそ優しいセレナーデ早く作って途絶えたわけよ誰に聞こうかそれとも泣こうか撮影会が聞こえてそっと淡い恋が揺れるごとに寂しいそして悲しいいっそ優しいお元気ですかカメラ見ていく甘い口づけちょっと遠い想いが夢の間に浮かべて泣こうか来ますかね、本当、来年、来年じゃない、来年でございしますので、去年は福岡のね、あの天神の FFG ホール、佐賀からも本当にたくさん今日来ている方も来てもらって、非常に嬉しかったですし、今のところまだ
CM 流れてるみたいですけど、今年で終わる、今年で終わるって言われて3年続いたらもう1年ぐらい続けばいいんですよねまた1年続けばいいんですけど、あれですけど、まあ最初にそのホールのね、ライブのタイトルにもなった曲を歌います。あなたがいる、あなたがいる、この街で今日も生きてく。届いてくれないかな、まっすぐにこのまま危うげな世界で、今ただ一つ確かなこと、はぐれないようにこぼさないように、繋いでいこう、この手で。あなたがいる、あなたがいる、僕が生きる全ての理由、それだけ。覚えているのはなんてことない、こんな場面ばかり、けれど振り向けばただ愛しくて、紡いできた普通の奇跡、錆びつかぬように、とどまらぬように、繋いでゆけるのなら、明日を見たい、信じていたい、歩き続けるすべての理由、どんな日々を僕を照らす、あなたのような光でありたい、この空を絶望が包んださ、僕らは誓った、遅すぎるとしても行こう。あなたが笑う明日を願う、歩き続ける最後の理由、愛しているその全てがいつでも僕を突き動かしてく。あなたがいる、あなたがいる、この星で共に生きる、どんな日々も何があっても一番近く光でありたい。
ぜ光さす方へ笑ってよ佐賀雷神のベイベー必ずあなたを連れて行く準備はよろしいですか？よっよほんとこんな時だけ大事なものがよく見える。朝焼けに滲んだ街、同じ風に吹かれている。あなたの涙を吹かせておくれ。そして輝く二人の場所へ。もう何度も始めるさ、踏み出しゃ始まりさ、突き抜けてく空に向かい歌おう。さあ駆け抜けようぜ光さす聞かせてよ baby 必ずあなたを連れて行く。幼い頃夢見た道、迷い転げながら探してる道、今僕らはその辺歩いてるんだろう。あなたと二人通ってく道、oh! 一度思い出すだろう、懐かしく思うだろう、始まりの小さな歌書き集めてさ行こう。さあ
昼の間に見えた夕暮れに何かを思い出した気がして、懐かしい日常を選んで歩くスピードを緩めてみる。君は元気かな、うまくいくよと言っては見たけど、一人ぼっちの影踏みみたいさ。嘘つきと誰かに問われたらきっと言い返すことができない。僕は弱気だな、紛れ込む踊り、坂を登り角また明日へ。時が流れるままに形を変えて過ぎてくよ。答えはもう確かじゃない、ただここ残ったのが本当のこと。届かなかった想いのいくつもの後ろ姿を吹く風に乗せて、誰もが歩く時。僕らはたった一つを譲り合えずにはぐれてしまった。さよならもできなかったけれど、言葉にならない気持ちをいつも信じてた。忘れるようにまた明日へ。時が移ろうままに全てを飲み込んでゆくよ。正しさも間違いも、ただここに来るまでの本当のこと。いつか心のままに受け止めることができるだろう。自分で選んだこの道の果てで。時が僕らを乗せて、どこまでも繰り返すなら、答えはそうどこにもない。一つずつ掴んでいく本当のこと。いつか心のままたどり着くことができるまで、目の前に続く、この道の果てへ。
僕らは歩いてく。
ュー曲を歌って、皆さんも20年前もしくは19歳の頃のことを思ったりして、聞いてくれると嬉しいなと思います。本当にどうもありがとう。彼女優しい声、あどけない大きな瞳、白い肌、肩にかかる髪、気にしてる小さな胸、
ようかという話をね、してたんですけど、曲はすぐ決まって、まあ、俺の曲もやりつつ、ちょっと面白いあれをね、ちょっとやりたいなと思っていたら、ね、昭和歌謡をしたらね、完全にこっちに寄っとるよね。そうですね、本当ね。いやいや、でも思いのほかむずいっていうね。難しいね、難しいな。歌謡曲ほんと難しい、うん、技量がありますよ、やっぱり、うん、全然し、なんか意味がわかんないこととかいっぱいあります。そう、あの意味がわかんないまんまやりますけどね。じゃあ3人で最後楽しんで、みんなで楽しんで帰りたいなと思います。本当にどうもありがとう。No.
カンプロクなくても大丈夫。あのね、いろいろなの表現力もちょっとね。楽しいね、こういうの楽しいね、僕やるのってリハの時に、あのおおって言い出したら、どっかもう、このとかよくわかる、もうね、そう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 飛んじゃうねっつって、俺ぐらいの張りで行くと、あー原曲これの一応半だよね、もうね、そうだね、そう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 、はっけえリズムもおかしかったですよね、そう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 ラテンみたいな全然よくわからない、こいつなのよね、愛つながりで、そうそうそう、愛三部作で最後アンコールで終わろうかなと思ってるんですけど、もう一曲やっちゃいますか。皆さんご存知ですね。悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから。 Love is over、 わけなどないよ、ただ一つだけあなたのため。 Love is over、 わかいやや
ますんで、よろしくです。鼻が鳴りました。どうも。じゃあ、提供していただきます。ワン、ツー、スリー、フォでした。ドラゴン。